それでは授業を始めます。はい。1たす1は2。ピクミンたす1はかわいい。違います。すごくかわいいです。間違えないように。シューン。これまでのあらすじ。オリマーサー遭難、救助隊遭難、そのためズンダちゃんが救助へ。おっちんかわいい。ピクミン4続きやってくのだ。本日からようやく本格的な探索が開始できますね。それにしても今日もおっちんはかわいいです。本当に圧倒的癒しなのだ。横に並んでちょこんとしてるのがさらにいいですね。まずはみんなで作戦会議みたいなのだ。確かにコリーさんと隊長が何するのか気になりますね。僕たちは実中発掘探索に出るので、コリーが通信でサポートだとして隊長は何するか謎なのだ。隊長といえば戦闘を切って隊員を率いるイメージがありますが、シェパード隊長はそういうタイプには見えないですよね。隊員の後ろで腕組んでるタイプに感じるのだ。どうやらコリーさんと一緒に通信でサポートしてくれるみたいですね。通信係は2人もいらない気もするけど、他に特にやることもないだろうし、まあ妥当っちゃ妥当なのだ。というか隊員全員を操作ってことになると、同時に最大7人を操作することになって、僕の操作が追いつかなくなるのは1人で十分なのだ。それじゃあ会議も終わりましたし出発しましょうか。その前にちょっと準備するのだ。ピクミンを増やしていたらオニオンが種を出さなくなりましたね。あれ、まだピクミンは100匹を超えてないのにどうして。どうやら今のところピクミンは最大20匹までしか出せないようですね。結構効率に影響しそうなのだ。とにもかくにも出発しないことには始まりません。行きましょう。それもそうなのだ。ピクミンの少なさは僕らの技術でカバーするのだ。さて最初のステージはどんなところでしょう。日だまりの庭って名前から穏やかでのんびりしたとこみたいなのだ。でももちろんのんびりしてる暇なんてないのだ。ガツガツ探索してガツガツ進めていくのだ。そうですね、冒険は始まったばかりですから、サクサク行きましょう。それじゃレッツゴーなのだ。おお。さてと、日だまりの庭とご対面ですね。今までのステージに比べてすごく人工物がわかりやすく置かれているのだ。もともと人間がいた場所ってことなんでしょうか。前回オリマーが着陸していた場所が完全に民家だったし、今でも人がいるかもしれないのだ。今後明らかにされていくといいですね。いろいろと話しているうちに到着したのだ。ついに私たちは新たなる一歩を踏み出すんですね。おっと、その前に通信なのだ。それより見てください、オッチンが通信に耳を傾けているポーズを。ベリーキュートですよ。おお、本当なのだ。可愛いのだ。ですよね。特にお目目をズンダちゃんの方に向けているところなんて最高ですよ。プニプニしてそうなお口がたまらないのだ。今の見ました。アイコピーの時に跳ねるオッチン、キュンってしてパンって口を開けて、国宝級の可愛さです。確かにおっちんの可愛さはそう言っても過言ではないのだ。まだまだおっちんについて語り足りないですが、冒険が始まったので実況に戻りましょうか。それもそうなのだ。まずはピクミンを呼び出してポチャッピーで来たなのだ。そのまま近くのテレットと一緒に回収して、テレットを落とすので使いますね。サンキューなのだ。次は残ったピクミンの何匹かにこの水色のを運んでもらうのだ。この宝石みたいなもの、何なんでしょう。お宝ではないみたいですが、今は役に立たないかもしれないけど、後々役に立つのは間違えないので、見つけたら回収しとくのだ。そうですね、その時のためにしっかりと集めましょう。ピクミンよろしくなのだ。それじゃ残りのメンバーで先に進むのだ。おっと、通信が来ましたね。何なのだ。何でしょう。大事なことは先に言ってほしいのだ。まあまあ、どっちについては隊長からもっと教わる必要がありますから、教えてもらえるときにどしどし教わっていきましょう。それもそうなのだ。おっちんをもっと知れるのはいいことなのだ。でもやっぱり段取りよく行動したいから、できるだけ早めに教えてほしいのだ。それはそうですね。それじゃ今度こそ先に進むのだ。ポ
チャッピー倒しました。あれ、こっちにお願いはしないんですか。あれ、そんなことよりこっちにはコチャッピーを運んでもらう仕事があるのだ。ピクミンたちに壁を壊してもらっているうちに拠点のピクミンを集めに行くのだ。壁を壊し終わったみたいですね。予想以上に早く終わってしまったのだ。まだ資材運びが終わってないので超特急で終わらせるのだ。おお、すごい速さです。動画を加速してるだけじゃないですか。バレちゃったのだ。えへ、それはさておき、壁の向こう側に来たのだ。この卵なんでしょう。石投げますね。当たってないのだ。卵から出てきた変なのでピクミンにお花が咲きました。コリーが説明してくれてるように、これは大地のエキスといって、ピクミンが花になって足が速くなるアイテムなのだ。というわけで全員花にしておくのだ。そういえば私もエキスは出せるので言ってくださいね。おっと、洞窟発見なのだ。結構簡単に見つかりますね。他の隊員たちも中にいるみたいなので早速入ってみるのだ。地上の探索はいいんですか。それはそうなんだけど、入ってみたいって気持ちが強いのだ。それなら仕方ないですね。それに洞窟の説明的に氷ピクミンがいそうだし、先に入っておくのがお得そうなのだ。早速新ピクミンに出会えるんですね。ワクワクします。しかも新ピクミンが加わればやれることの幅も広がるので段取りももっと良くなるのだ。洞窟に入るときはコリーさんがピクミンの整理をしてくれるみたいですね。コリーさん級なのだ。前回の洞窟のときはピクミンがいなかったから、実質これが初めての洞窟になるのだ。洞窟に落ちるときずんだちゃんとオッチンは尻餅をついてますけど、ピクミンは着地に成功してますね。ピクミンは軽いし投げられてるので落下にも慣れてるのかもしれないのだ。その説は可能性ありますね。さて、洞窟探検開始なのだ。早速敵がいますので石投げますね。あと一匹、あと一匹、処理完了しました。お疲れ様なのだ。楽できて助かるのだ。いいえ、まだまだです。もっと命中率を上げなくては。おや、ピクミンの種が出てきませんね。洞窟にはオニオンが存在しないから代わりにビーグル号に運ぶみたいなのだ。そうでした、オニオンがないとピクミンは増やせないんでした。だから洞窟では犠牲を出さないことが重要になってくるので、ビーティーに任せることが増えると思うのだ。了解です。ドーンとお任せください。よろしくなのだ。ピクミンを集めたので先に進むのだ。ムムム、敵がいますね。ここは私にお任せください。敵が完了です。おや、このピクミンなのでしょうか。このピクミンはピクミン号初登場の新ピクミンなのだ。それにしてもだいぶカクカクした体をしているのだ。それもまた可愛いですね。名前は氷ピクミンって言うんですね。ひんやりしててギュッてしたら涼しそうです。最近暑いからぴったりなのだ。いつの間にかピクミンの数多くないですか。マジなのだ。たとえ洞窟内だけでもこれは助かるのだ。ピクミンが増えたことでサクサクいくのだ。私も石投げて手伝います。その間に氷ピクミンを花にして、終わったら先に進むのだ。こうやってこまめに花にしておくと機動力を高く保てるのだ。サクサク進めるには欠かせませんね。壺が見えたので移動しながらオッチンのチャージをしてすぐに突進できるようにするのだ。そして紙袋を押しに行くのだ。チラッと見えた雑魚敵は私が処理しますね。任せるのだ。だけどその間に機体を回収。敵が出てきてカーソルがそっちに切り替わってますよ。危なかったのだ。ギリギリサンキューなのだ。気をつけてくださいね。ごめんなのだ。気を取り直して適当にピクミンに作業を振り分けたら、奥にある壺を突っ込んで割りに行くのだ。適当ではなく適当ですね。ゆっくりだけどね。ブヨブヨしたのが凍っちゃいましたよ。
氷キクミンは物を凍らせる力があるのだ。知ってたんですか？ CM で見たの。そんなこと言ってたら壺から氷キクミンが出てきましたよ。ちょうどいいのだ。ボッチンだけで掘ってもらう予定だったけど、運べるように引き上げておくのだ。すぐに掘り終わりましたね。黄色に四かと思ったけど、コリーの言う感じ違うみたいなのだ。まあ、とにかく運んでもらうのだ。その間に作業が終わった暇、キクミンたちの回収に向かうのだ。はい、みんな、休んでる暇はないのだ。ブラック料理隊ですね。そんなことないのだ。効率よくして残業させないようにしてるのだ。こうして、氷を花にしたいから代わりに赤が持ってってね。物はいいようですね。私まではシャーマのように働かされたりしませんよね。氷キクミンが壊した滝になんかあるので先にそっちを見とくのだ。隊員を見つけましたよ。よし、さっさと運んじゃうのだ。運んでる間に氷キクミンを花にしちゃうのだ。ちょっと、そんなついでみたいな。チッチッチ、これも段取りなのだ。まあ、いいんですけどね。オニオンが運び終わったのだ。しかしこれは一体何オニオンなのだ。地上に出てからのお楽しみですね。氷を花にして最終までカットなのだ。ピールン。というわけで隊員のレスキュー完了です。誰かな誰かな。科学者さんですね。ということはこれで今詰めてる資材も役に立つことになるはずなのだ。一体何に使えるんでしょうか。それは後でのお楽しみなのだ。これでレスキュー隊員は3人目なので半数が見つかりましたね。あと3人頑張っていくのだ。それでは洞窟を出ましょう。地上に帰るのか。ピクミンもしっかりついてきてますね。安心です。さてと、今回の成果はレスキュー隊員が1人とお宝が2つですね。あんまり多くはないけど、最初の洞窟だしこんなもんなのだ。ピクミンの犠牲もゼロ。万事 OK ですね。地上に帰ってきたのだ。あれ、オッチンはいますけどピクミンがいませんよ。本当なのだ。ピクミンはどこに行ったのだ。それに時間も全然進んでませんね。それはコリーも言ってるけど、ピクミンの洞窟は時間が遅くなるのだ。へえ、そうなんですね。おや、何なのだ。ほら、オニオンにオニオンが回収されましたよ。どういうことなのだ。なんだか心なしかオニオンが大きくなった気がしますね。ふむふむ、コリーさんの話によると、これで多くのピクミンを呼び出せるようになるみたいですね。それは助かるのだ。どんどん回収するのだ。あ、ピクミンはちゃんと出てきましたね。ご安心なのだ。おっと、あそこに死が危害のありそうなケツがありますね。石投げを食らいなさい。ミッションコンプリートです。ありがとなのだ。おっと、これは拠点に使っていた光る石なのだ。でもここは拠点じゃないですよね。どうやら拠点を変えることができるみたいなのだ。これは段取りに大きく影響しそうな要素なのだ。暇ピクミンも集められますし、タイミングを見計らうのも大切そうですね。それじゃ近くのものを集めていくのだ。この資材だけだけどね。集めるの終了。先に行くのだ。でっかいのがいますね。石投げま、ちょっと、ま、待つのだ。あの敵は寝てる間に一杯投げるから待ってほしいのだ。すみません。ま、そういうこともあるのだ。切り替えていくのだ。はい、よし、今なのだ。今度こそ石投げますよ。行けよ。やったのだ。それもゼロ。やりましたね。これは大物だから回収させておいて、残りのメンバーで先を急ぐのだ。ガツガツ行きますね。あそこにあるのお宝じゃないですか。今は取れないから一旦スルーなのだ。そしてコチャッピーは針で瞬殺なのだ。チャッピーぐらいのサイズなら比較的簡単に石を当てることができますね。
それに石だけですぐ倒せるからキーキーに任せやすいのだ。おや、ここにも資材がありますね。婦人子も倒しましたし、何匹かに運ばせちゃいますか。ピクミンが危険なルートを通ってしまうかもしれないから、安全確認してから運ぶのだ。というわけで先に壁を壊して、金の地震でお宝を落として、さっきちらっと見えた根っこを引っ張りに行くのだ。その間にペレットを落としておきますね。サンキューなのだ。よし、これで道が開通したので近道ができるようになったのだ。今ピクミンを回収してジャッキーを倒すのだ。そういえば、氷ピクミンから抜けてるのは何回目があるんですかね。それはこんな感じでゴールからなのだ。カッチンコッチンじゃないですか。これで犠牲が出る心配はないのだ。ジャッキーが砕け散りましたよ。氷ピクミン強すぎじゃないですか。正直それはあると思うのだ。さてそれで、資材とお宝を運んでもらってる間に壁を壊すのだ。壊れたので資材を運んでもらいつつ先に進むのだ。あそこにあるのは前に見たお宝ですよ。運ぶ前にショートカットできる妖神袋を押しておくのだ。押してる間に余ったピクミンをお宝に入れておいて。何かこぼれちゃってますよ。まあ問題ないのだ。紙袋組と一緒に呼んで投げればいいだけなのだ。思いっきりこぼしてるじゃないですか。投げる位置が悪かったのだ。さっきスルーした資材の回収をするのだ。ピクミンの数が少ないですね。拠点に戻って応援を呼びに行くのだ。そう思ったけど、ボッチンと合流できたので先に埋もれている洞窟を掘っておいてもらうのだ。そんなのありましたって。紙袋をしてたあたりにあったのだ。ほら、これこれ。本当にありました。よし、ボッチンに任せたら今度こそ資材運びの援軍を呼びに行くのだ。ちょっとだけ違う道を進んだら作りかけの橋があったのだ。それよりなんだか援軍少なくありませんか。あ、それは途中でペレットを運ばせちゃったからなのだ。いいんですかそれ。足りりゃ問題ないのだ。多分足りるはず。足りてないですよ。いや、ほら、すでに働いてるピクミンを合わせれば足りるのだ。モラ資材も運べてぴったりなのだ。絶対たまたまですよこれ。さてと、みんなが運び終わったらそろそろ洞窟に入るとするのだ。みんな、頑張れ。きゃあ、運んでほっぺぷくっとしてるおっちんかわいすぎ。運び終わったので洞窟に入るのだ。この洞窟は名前も画像もすごく浅そうですね。ということで、当然おすすめピクミンは赤なのだ。レッツゴーです。突入なのだ。焼き起こし工房やってくのだ。早速芝木貝のありそうなケツを持ったやつが見えましたね。豚どっくりのことなのだ。おや、今電気の柵が見えませんでしたか。本当なのだ。ということはピクミンがいるはずなのだ。また新ピクミンと会えるってことですか。そういうことなのだ。さっさと会いに行くのだ。そのためにもやつは芝かないとダメですね。芝木官僚です。早くピクミンと会いましょう。やあ、やべえやつなのな。むむむ、向こうでコバエみたいなのが飛んでますね。あれはトビンコ、婦人子の親戚みたいなやつなのだ。ちょろちょろして当てにくいですね。まあまあ、そう怒らなくても。私は早く可愛い新ピクミンに会いたいんですよ。それならもう目の前なのだ。あ、本当ですね。婦人子も倒したし早速抜きに行くのだ。ワクワクですね。地味に最初から花なの助かるのだ。らしいですね。特にお耳がチャーミングです。キピクミンは能力がいろいろあるから結構忙しくなると思うので理性を出さないよう注意するのだ。コリーさんもそう言ってますね。サクッと抜いちゃって周りのものを運ばせたら先に進むのだ。戻って電気柵を壊したりしないんですか。さっき通りに紙袋が見えたのでそれを押してからにするのだ。おや、埋まっているお宝がありますね。これはキピクミンの出番なのでは。いや、この先に電気があるかもしれないので落ちんでいくのだ。
それにおっちんなら一匹で運べるのだ。それではその間にケツを芝居てしまいましょうか。芝居完了。いや、本当いしなりには助かるのだ。それと同時に強すぎてちょっと怖いのだ。なんというか、キマならボスですら倒してしまえるような気がしちゃいますね。時間がかかりそうなのだ。まあ、もしそうなったらカットしましょう。さてと、これからいろいろ運ぶので運び終わるまで2枚も行くのだ。6人が仲間になってから、正直オッチンの出番が減りましたね。それは大丈夫なのだ。GM によればここからオッチンはどんどん強化できるみたいだし、可愛さは宇宙人に負けてないのだ。そうですね。全員だけで来ましたし、この回はあとちょっとのはずなのだ。次の回があるかもしれませんね。おや、またケツしばきですか。これだけ回収したら次に進むのだ。よーし、夏の地下2階なのだ。一体どんな感じなのでしょうかね。それはやっぱり行ってからのお楽しみなのだ。探索率が出るからあとどれぐらいかってのが分かって助かるのだ。ファイナルフロアってのも出ましたね。それにしてもパッと見てみるからに熱そうなギミックが多数存在してますね。早く回収してあげないと、ここにいる大人がゆでだこになってしまうのだ。そうですね。私でもギミックは壊せるみたいなので、どんどん進んじゃってください。へえ、やっぱりピー強すぎな気がするのだ。まあ、何にもできないんじゃ意味ないですし、できすぎるくらいがちょうどいいと思いますよ。それもそうなのだ。でも残念ながら、石を投げても物を掘ることはできないみたいですね。こんな感じです。本当なのだ。さすがにある程度できないこともあるってことなのだ。それでもできることはたくさんありますね。例えばこういう暇時間に画面を合わせてくれれば、運搬サポートができますし。はい、うそくや壁の破壊もできますからね。とはいえ、結局画面がちゃんと向いてないと私は何もできませんから。積んだモーさんが私をどこまで使いこなせるかがポイントですね。なかなか確認重大なのだ。ま、というわけでギミック破壊はお任せくださいね。こんな具合に。OK なのだ。それでは次の隊員を救助しましょうか。本当にギミック処理はお手の物って感じになってるのだ。すごいのだ。よしと、それじゃあピクミンを抜いたら救助するのだ。そうですね。先にピクミンを抜いちゃいましょう。でも隊員はどうやってあんな高いとこに登ったんでしょうね。ピクミンが届くでしょうか。そういう時こそ、キピクミンなのだ。キピクミンは、高く飛ぶ。無事、届きましたね。さてさて、運んでる間に先を急ぐのだ。おっと、壁がありますね。これはやっぱり壊れるまで勝ったですね。壊し終わったとこで隊員を回収したのだ。もう4人目ですか。これならすぐに全員集まりそうですね。え、お宝鑑定士。そんなスキル、レスキュー隊でどんな役に立つんですかね。コリーも知らない人って言ってるし、一体全体どういうことなのだ。それについて隊長が説明してくれるみたいですね。ふむふむ。一般人がたくさん来ちゃってるってことみたいですね。なんでそんな危ないことをする人がたくさんいるのだ。ゲームの都合でしょう。それは言っちゃダメなのだ。とにかくこれで救助すべき人が増えてしまったのだ。さてと、この洞窟も残すはこの部屋だけのようなのだ。この変な虫みたいなやつは TT に任せるのだ。燃えながら押しつぶし攻撃をしてくるみたいですね。潰されると特殊だから TT なのか。キクミンがトビンコに。大丈夫でしたか。飲み込まれる前ならセーフなのだ。それならいいんですが、まさか画面外から来るなんて。こんなことに驚いてきゃこの先やっていけないのだ。拠点替えができるので、ここに変えて残りのお宝と地帯を回収するのだ。このお宝2つをピクミンで回収して。また鍋損ねてますよ。ちょっと手が滑っただけなのだ。この資材を回収すれば終わりなのだ。相変わらず資材を運ぶ時のオッチンの掘ってはキュートですね。癒されるのだ。そしてオッチンが吐き出したのを回収すれば、この洞窟のものは全部回収し終わったのだ。それでは脱出しましょうか。そうするのだ。それにしても今回の洞窟
ではキンキーが大活躍だったのだ。鉄押しが決まってましたからね。カットされてしまいましたが、それを全部映してたら動画時間が長くなってしまうのだ。だからそこは許してほしいのだ。それが鉄しばき戦法の欠点ですね。今後改善方法がないか考えてみますかね。あるかな。さ、地上に戻ってきたのだ。時間はお昼過ぎくらいですかね。おう、オッチンの激化はポーズをまた見れましたね。何度見ても飽きないその可愛さ、たまりませんね。やっぱりオッチンは癒しですね。そうでしょう、ズンダモーさん。よきよきなのだ。連れてくピクミンはそれぞれ10匹ずつなのだ。今日の残り時間もあと半分を過ぎてるし、とっとと行くのだ。まずはキピクミンじゃないと届かないとこにあったガーリックを回収するのだ。その時キピクミンは他の仕事があるので、ガーリックを下ろしたら赤ピクミンと交代するのだ。テキパキしてますね。キピクミンと赤ピクミンを交代したら次の作業場所へ行くのだ。次の場所は植木鉢を通って最初に入った洞窟の奥の方の道の先なのだ。道中のポチャッピーは任せたのだ。はい、了解です。道の先の壺を突進で壊してさらに奥へ進むのだ。オッチン頑張ってください。この先にまた壺があるからオッチンにまた壊してもらうのだ。ここに来てオッチンが突進しまくりですね。壺は石投げでは壊せませんのでオッチンが頼りです。出てきたお宝と資材を運ばせてから先に進むのだ。ここでガーリック回収完了なのだ。また外に出せるピクミンの数が増えるのだ。となると後で拠点に戻る必要がありますね。ま、それはおいおいなのだ。作業に戻ってこの道の先にある橋みたいなものにピクミンを投げて下ろして道を回復しておくのだ。その前にこの邪魔な奴らの処理をしましょう。二人でやればちょいの距離なのだ。そして橋を下ろしたら人口を運ばせて残りのピクミンで次の作業場へ向かうのだ。次の作業場はすぐそこなのだ。これをケツシガキタイムということは、はい、お察しの通りカットなのだ。ほほほ、それじゃこれらを運んだら一旦拠点に帰るのだ。拠点に来たけどお宝を運び終わるまでちょっと時間があるので近場のペレットを回収しておくのだ。ペレットを落とすだけなら私がすぐできますから先にやってますね。助かるのだ。こういう待ち時間はないには越したことはないんだけど、待ち時間を無駄にしない段取りも重要なのだ。とか言ってたらお宝の回収が終わったので電気柵を壊しに行くのだ。電気柵を壊せば新たなる場所への道が開けるはずなのだ。壊れたので先に進むのだ。ですがそろそろ夕刻が近づいてきてますよ。もうそんな時間だったのだ。そうですよ、頑張りすぎもよくありませんからね。コリーさんも言ってますよ、そろそろ終わりの準備をした方がいいんじゃないですか。いや、僕は限界ギリギリまで作業を続けるのだ。それが明日への段取りにもつながってくるのだ。犠牲を出さないようにだけ注意してくださいね。もちろんなのだ。さてとじっとしちゃいられないのだ。先を見ていくのだ。小金持ちは3回ひっくり返すのだ。ああ、バンバンペレットを落としますよ。せっかく出たけどこれは回収する余裕があったら回収することにするのだ。ということでまずは拠点を使えるようにラッキーチャンピーを倒すのだ。そしたら紙袋を押しておいて道を作っておくのだ。これをやったらさすがに近場でしか作業できないけど何かあるかな。今さっき館の上の土にお宝がありましたよ。ナイスなのだ。今日はこれとペレット運びで終わることにするのだ。それなら拠点はこっちに移しておくのが良さそうですね。そうなのだ。こっちに移したらガンガン運んでいくのだ。この草むら何かありますかね。残念ながら何にもなかったのだ。残念です。パワはカウントダウンが始まってしまったのだ。急がないと間に合いませんよ。国民みんなで急いで一気にオニオンへ押し込むのだ。あとせっかくならチャッピーも入れときたいのだ。石抜けで少しでも加速させますよ。これなら何とか間に合いそうなのだ。何とか間に合いましたね。今日はこんなもんで終わりにするのだ。暇ですし
ペレットでも落としときますか。えいえい。今日一日しっかりと働いたのだ。犠牲もありませんでしたし、初日としては十分な成果だったんじゃないですかね。まあ、僕らにかかればこんなもんってことなのだ。そうですね。この調子で頑張っていきましょう。ただいまなのだ。二人ともお迎えに来てくれてますね。いやあ、しっかりとねぎらってほしいものなのだ。なんてったって、こんなに頑張って成果を出したのだ。ほら、特にお宝の数、すごいのだ。本当にたくさんのお宝を回収しましたね。さてと、そろそろ動画の方もここで終わりにするのだ。夜の会話が終わったら終わりますか。私たちは一足お先に失礼しますね。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくなのだ。それじゃ、バイバイ。ハッピーラボーン。一緒にポッ。ハニー、ふかふと。おーむ。